お前、もう動こうとするな。そのまま休んでいれば、楽にあの世に行ける。そのまま帰った方がいい、ブチャラティ。信じられない行動だ。何が望みなのだ。どういうつもりなのだ、一体。くらえ、ここまでだ。未熟な俺の過去を乗り越えろ。それ、その矢で何をしようとしているのだ。衰えてはいないのか、そのスタンド力。過去はバラバラにしてやっても、石の下からミミズのように這い出てくる。すでに射程距離に入っている。逃がさない。いい気になるな、ジョルノ・ジョバーナ。お前には死んだことを後悔する時間をも与えん。よくもこんな、この便器に吐き出されたタンカスどもが。この俺がここで逃げるわけにはいかない。ここで引いたら帝王の誇りが失われる。帝王はこのディアボロだ。依然変わりなく。こんなことでこのディアボロが敗北するわけがない。お前は私を本気で怒らせた。なんであろうが、キングクリムゾンの世界では無意味。すでに貴様はキングクリムゾンの術中に落ちている。抜き差しならない状況ということか。自分の実力を過大に評価し、私を追い越せるとうぬぼれたのか。褒めてやる。お前の的確で俊敏な判断力をな。誰だろうと、私の永遠の絶頂を脅かす者は許さない。その場所から一歩でも前に出れば、お前は死ぬことになる。このまま確実に消え去ってもらう。過去というものは人間の真の平和をがんじがらめにする。で、貴様、常人を超えた大した精神力であることは認めよう。我々は皆運命に選ばれた兵士。どれだけお前は立派に役に立ったことか、この俺のためにな。貴様が何をしようが動きは予測できる。お前の運命はこれにて終了だな。私にここまでさせたことを誇りにして死んでゆけ。なるほど。血の雫の数の変化で時が消し飛んだ瞬間を見分けるとは勉強したようだな、ブチャラティ。今のお前、常人を超えた大した精神力であることは認めるが、ここまでだ。何？この新入りがここに来たせいで、ブチャラティに脱出のチャンスを与えてしまった。運のいいやつ。だが、このまま済ますわけにはいかない。決して。裏切り者が出た。このベネツィアでだ。裏切り者の名は、ブローのブチャラティと、ジョルノ・ジョバーナ。生死は問わない。妙だ、ドッピオ。ブチャラティたちの逃亡の仕方に迷いがない。何かを追跡するようにローマに向かって、停泊してあったボートを沖に進めている。あの裏切り者どもは間違いない。俺の知らない何かを掴んだのだ。思いもよらぬ何かだ。追うのだ、ドッピオ。お前が直接追跡しなくてはならない。そしてチョコラータとセッコ、あのゲスどもの力だけは借りたくなかったが、だがしかし必ずお前はあの二人に追いつかなくてはならない。やむを得ん。二人に行く手を阻止させろ。特にチョコラータは最低のゲスだ。多分ローマ中をめちゃくちゃにして回るだろう。最後はお前が仕切らなくてはならない。信用できるのはお前だけ。いいな、お前が一番なのだよ、ドッピオ。お前はバレはしない。ブチャラティの奴はすでに死体なのだ。私と娘は魂の形において似た匂いを持つ。その部分だけをお前に与えた。ブチャラティの見ているものは娘の形だけだ。そのまま気づかないふりをしろ。誰かいる。上階の石壁の影だ。やはり目的とは何者かと会うことだったようだな、ドッピオ。なんとかして近づけ。あれはまさか矢か。なんで持っているんだ。そうか、一
人心当たりがあった。あの男か。殺したはずの奴ならば、俺が自ら戦うしかないな。衰えてはいないのか。その精神力、タイミングも天才的だ。もう少し近づいていたら、深くダメージを受けていた。すでに射程距離に入っている。今度は逃がさない。キングクリムゾン、くらえ！なんだこれは。矢が、スタンド、この矢は、チャリオッツに何をしているのだ。くらえ！そうだ、いいぞ。近づけ、レクイエムに、もっと近づくんだ。今だ！あの影だ。歩くレクイエムの足元の影は、俺から見てどう動き回ってもなぜかいつも同じ方向にある。あいつの影が、レクイエムの矢とその秘密だ。この影は、その人間個人個人が見る影なのだ。影があるのなら、自分だけの光が、どこかにあるはずだ。この影を取り除けば、矢は手に入るはずだ。光は、己の精神の背後だ。いやこのディアボロが、矢を手に入れ、これは、まさか。もしも無事なら、そろそろ到着した頃か。このベネツィアに、肝心なことは最後にあるものだ。我が娘、トリッシュよ。そのまま帰った方がいい。ブローのブチャラだ。娘を連れ去ったら、お前は死ぬことに。最後だから教えてやろう。お前が今目撃したものは、未来のお前自身。数秒過去のお前が、未来のお前自身を見た。これが我がキングクリムゾンの能力。時間を消し去って飛び越えさせた。お前のトリッシュ護衛の任務は、これにて終了だ。うわっ、こいつだ。やはり生まれ故郷はいい。ついている。リゾットとは苦しい戦いだったが、奴を倒した後、子供に変装してよかった。こうしてアバッキーを始末することに成功したのだからな。これは試練だ。過去に打ち勝てという試練と俺は受け取った。え？お前もそうだろ、ジャンピエール・ポルナレフ。数年前、海にばらまいてやったはずのお前がどうやって生きていたのかはどうでもいい。重要なの、お前が何しに来たかだ。ブチャラティどもに何かを伝えようとしているな。お前が下だ、ポルナレフ。お前が地獄の下にいれば、矢を何に使おうと、もう何も問題はない。数年かけて、何かとてつもない矢の秘密を見つけ、時期を待ったらしいが、ポルナレフ。残念だったな。しかし、この俺のために、お前は立派に役に立ったぞ。あとは矢の謎を解くだけだ。何？貴様！何者だ！いつからそこにいる！誰だお前は！なんだ？その首に見える、そのあざの形は！矢を返せ！貴様！止まれと言ってるんだ！こっちに顔を向け！なぜ座るんだ？これは、もしかしてあの矢の。これは、バカな！矢がこいつに吸い付いて、やばい！とどめだ！ジョルノ・ジョバーナ！矢を支配するのは、このディアボロだ！お前には、死んだことを後悔する時間をも与えん！
このガキが！かろうじてまだ俺は生きてるぞ。なんとか。だが、なんだったのだあのレクイエムは。一体。今はこの排水溝だ。この中に逃げるのだ。なんだと？なんだって？こんなバカな！まさか立てない。誰か、こんなことが、この痛み、こんなところで、俺はディアボロだぞ。こんなやつに。ここはどこだ？ローマじゃないようだが、俺は確かローマのティベレ川にいて、あの想像を絶する苦痛は夢にしては。おいこら。え？なんだこれは。さっきから変だ。まさかこれはあのゴールドエクスペリエンスレクイエムの。俺は何回死ぬんだ。次はどこから、いつ襲ってくるんだ。俺は俺のそばに近寄るな！お前、スタンド使いではないようだが、人の本質を見抜く知恵を持ち、それを道端での商売に割いたのは、お前自身の最大の不幸だ。この私の本質を、ほんのちょっぴりでもわかる者がこの世に存在してはならないのだ。わかるな？私の言ってることが。君はもうこの世にいてはならない。それはもう下された私の決定だ。だが占い師としてお前は超一流であることがよくわかった。それに敬意を表して一瞬たりとも苦しまないよう殺してやる。だからこれから私の知りたいことに答えてから死ぬのがいい。いいかな。こいつの行方がどうしてもわからない。名前はリゾット。裏切り者だ。こいつも私の娘を探し、私の正体を見つけようとしている。こいつは今、私の目的の邪魔をしようとしているのか。そして今どこにいるのか。お前に占ってもらいたい。写真でわかるかな？なるほど。わかった。それで十分。キングクリムゾン！見張りはこれからだと。違うぞ。私のドッピをよーく見るんだ。だが、ゆっくりだ。そのまま自然に。怪しい行動は取るな。今見張られようとしているのはお前の方だ、ドッピよ。目立つ動きはするな。奴も飛行機の墜落で、トリッシュの実家にあったこのサルディニアの写真の存在に気づいたようだ。来ていることは私が占い師に聞いたから予想はついていた。まず奴を始末しなくてはならない。さもないと
トリッシュが来た時邪魔される。奴を始末するのはこの私だが、お前の正体は決してバレずに奴に近づかなくてはならない。リゾットの能力は私にとっても謎だからな。電話を切るぞ、私のドッピオ。リゾットネーロ、誇りは失わずに命を絶った。そして私は依然変わらぬ窮地に追われる状態というわけだ。まずいぞ、何とかしなくては。キングクリムゾン、キングクリムゾン。うわっ、うわっ、うわっ、はっ、はっ、へっ、くれ、ここまでだ、もらった、はっ、見えた、はははは、よくも。ということは、これはキングクリムゾン、そこだ、すべての時間は消し飛ぶ、読める、すべての動きは無意味となるのだ、時を再始動しろ、命はもらった、世界は俺にひざまずく、エプタフ。